やったと思いました、いろんなプロの世界の試合、勝ち抜きありますけど、でもその日の一生のパフォーマンスはもう胸に刻まれて忘れることはありません。今日という日は本当に素晴らしい一日、そしてまた明日から全てが新しい一日のまた始まっていくと思います。今日皆さん本当に素晴らしい日に、こうして一期一会という言葉があるように、今日皆さんとこうしてこの素晴らしい球場でお会いできたこと、本当に心から感謝いたします。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ミニライブということで、次はですね、最後の曲です。最後の曲は、アニメ、名探偵コナンの、エンディングテーマでした。知ってますか？知ってる？今日は国歌、国唱もそうですけど、なんかずっと心が震えたまま、今日ね、本当にあまりこう野球観戦とか行ったことなかったんですよ。なんか小さい時の昔、家族と観戦したことなんですけど、今日また機会ですね、プロ野球にとっても興味が湧いて、もう本当に心が震えるってこういうことなんだっていう、そういう、興味いたしました。皆さんありがとうございます。皆さん本当に試合終了後も残っていただきありがとうございました。皆様お楽しみいただけたでしょうか。はい、ありがとうございます。エスコンフィールドではこうしてね、あの期間中はミニライブもありますし、試合が終わった後も皆様と一緒にね、楽しい時間過ごせるようになっておりますんで、皆様ぜひ明日明後日もエスコンフィールド北海道でファイターズ応援していただけると嬉しいです。以上、この時間のお相手はサトルでした。明日も明後日も皆さんご来場お待ちしております。ありがとうございました。